おはようございます。すすきの YouTuber たまさまとぐーちゃんです。はい、というわけで前回に引き続き、砂糖式リンパケアですね。はい、こちらの理論的なものをですね、簡単に名護先生の方からちょっと説明していただこうかなと思います。前回こうね、ぐーちゃん施術してもらって、多分だいぶ変わったと思うんですけど、なんかその多分どうしてこうなったのかっていうのはちょっとわからないですね。ちょっとちょっと謎でしたね。いやすごい楽になりましたけど、なんでっていう魔法かなって思うぐらいのあれだったので、感じですよね。ちょっと説明してもらえるといいんじゃないかなと。そうですね。はい、はい、というわけでまあちょっとね、簡単にこうちょっと説明していただけると嬉しいので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。今魔法を見てって言ってもらってすごく嬉しいんですけども、あの砂糖式がどんなものかちょっと軽く説明させてもらいたいと思います。砂糖式リンパケアっていうのが、もともと人の体をこういう筒状のものとして捉えてるんですよね。で、人の体をよく思い浮かべてみると、頭蓋骨の中には脳みそが入ってたりするんですが、それを取って覗くと実は空洞なんですよね。で、体の方もここに肋骨があるんですけど、これ体と思ってくださいね。で、ここに肋骨があるんですが、肋骨のところに肺があったり心臓があったりするんですけど、それを取り除くと中は空洞なんですね。で、その下に骨盤があります。で、骨盤も同様に中に内臓の、腸があったり腎臓とか肝臓とか子宮とか入ってるんですけど、それを取り除くと空洞なんですね。なので、その頭の部分を口腔、胸の部分を胸腔、お腹、骨盤の部分を腹腔って3つの空で作り上げている、体全体が筒状になってますよって捉えています。で、その筒、この骨のところ、あばらっていうか胸腹ですね、と骨盤のところなんですけど、その上に筋肉があって体を動かしてるわけなんですね。で、その筋肉が縮むことによって体が歪みますよ。なので、その縮んでるのを緩めていくと体が楽になりますよっていう理論なんです。で、実際にちょっとこう、これをモデルにしてみますね。これを綺麗な体の整った状態の体、通常ですね。そうすると重い頭が乗っても乗りましたっていう感じでこう支えられるんですけども、その筋肉が縮むとどんな風に歪むかっていうことなんですけど、まず私の体で説明すると、ここに後筋という筋肉があります。ここの筋肉が縮みます。そうするとここからつながる胸鎖乳突筋という筋肉がこう引っ張られて縮むんですね。で、すると今度は鎖骨から大胸筋も引っ張られて、こういうふうにこう首が前にこう猫背になってくる状態になるわけです。それをこのペットボトルで表すと、こんな感じで胸が前側にこうなる状態ですね、になって、で、今度はここがこうなってくると頭が重いので、後ろ側でこう引っ張らないといけないので、そうすると背中が緊張してきて腰がギューッと反ってきます。そうすると横から見るとこんな感じになってくるんですね。で、肋骨が潰れて、骨盤も潰れて、お腹も出る、お尻も垂れてくる。で、呼吸がしづらくなったり、腸の動きが悪くなったりっていう現象も起きてきます。で、体自体もちょっとこう不安定な状態になって立つのが難しくなってくるので、頑張って立たなければいけないと疲れてきたり痛みが出てきたりします。で、本来はここに頭が乗るんですけど支えられないんですね。で、頑張って立ってるので大変になってくるので、この状態をこの後筋を緩めていくことから始めて、全体をこう広げていって元のこの状態に戻しますよっていうのが砂糖式リンパケアって言います。筋肉が縮んで歪んでくるんですけども、その縮んでいる筋肉を緩めるために、砂糖式では軽く呼吸をしたり軽くこう撫でたりするだけっていう方法が、ちょっとこう今までとはないような考え方なんですけども、人ってびっくりしたりとか強い刺激を受けた時に体は緊張してしまうので、優しく触れた方が緩みますよ、深く呼吸をした方が副交感神
神経が緩んで筋肉も緩みますよっていうところで優しく触れたり呼吸を使っていく珍しいスキルなんですよね。もう今まで聞いたことない理論ですね。ないですね。普通大体こうなんか筋肉をねこう揉んだりとかしてこう柔らかくしてなんかこう伸ばしていくっていうのは結構聞くんですけど、うん、体幹っていうのもやっぱりなんかこの真ん中かなってみんな中心かなと思うんですけど、あこういう考え方なんだっていうのが分かるとちょっとあそうかもなっていうのが理解できるかなとは思うんですね、うん、そうですね、はい、今1本目の動画でやってもらってだいぶ腰も楽になったので、はい、あこういう理論だったんだなっていうのが今本当にそうなんですよ。だからまあその後ね、まあ、いろんな動画もあると思うんですけども、うん、そちらの方でもなんか説明がねいろいろあるので、なんかあの緩めるってことに関してはこう顎からっていう話とか、あとリンパって言ってリンパ液ではなくてリンパ間質液とかそういうことの説明もいろいろあると思うので、まあ、動画リンクねなんか下の方にいろいろしておくので、うん、そちらで見てる方は見ても面白いかと思います、はいはい、次3本目なんですけど、はい、3本目どうもお顔の方もなんかあるっていう話じゃないですか。美容のね、そうですね、やっぱり女性はやっぱりなんかこうねフェイシャルリフトアップっていうものがあって、まあ、なんか普通で考えるものとはまた本当にまた逆の感じというかでこう簡単にこうなっちゃうっていうのがあるので、うんうん、そちらの方を中尾先生にちょっと実践でやっていただけるということで、はい、はい、興味ある方はぜひ見てください、はい、それでは以上、鈴木の YouTuber、たまさまとうーちゃんと長尾めぐみでした。したっけ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。